はい、梅です。こんにちは、どうもどうも。今日は11月の6日、2019年、ダッフィーのウィンターホリデーグッズの発売日です。はい、夜来たんですけども、ガレリアディズニーだいたい30分待ちでした。はい、今回めちゃくちゃ大量にグッズ発売になってますね。クリスマスグッズも一緒に発売になりましたので、合わせて紹介したいと思います。行ってきます。今回ヌイバー2種類あるんですよね。あのウィンターホリデーの新作とクラウブクリスマスと2種類あるので、今回はしかもそれにねストラップがあるもんだから、もうすごいんですよね棚が。ちょっと頑張って紹介します。はい、ちょっと棚はしんどいので、こちらのなんかね、この山盛りの方がちょっと、はい、吟味しやすいですね。こちらから紹介します。はい、まずダッフィーですね。このダッフルコートなのかな、可愛いですよね。白いです。この首ね、顔出してるのがめっちゃ可愛い。2100円です。なんかどんどん値上がりしてる感じがしなくもない。今回も可愛いね。2100円、ダッフィー2100円ね。はい、シェリーメイも2100円。チェックが可愛い。今回めっちゃ女の子らしいね。チェック柄が可愛い。シェリーメイも2100円です。はい、ジェラトーニね。ジェラトーニも可愛いな。はい、ジェラトーニも2100円です。出ました、ステラルー。俺が大好きステラルー。このケープっぽいのとこのチュールっぽいのがとにかく可愛いね。あと耳がね、ちゃんと上のさやつ囲ってるっていうか、これね、耳をしっかりちゃんとね、この帽子キャップちゃんと耳もちゃんとね通ってる気がする。めっちゃ可愛いな。はい、ルーも2100円です。はい、おなじみのぬいぐるみの衣装ですね。4つ4種類4人分出てます。はい、ぬいぐるみ衣装なんと今回リバーシブルだって。ズボンがリバーシブルなんだ。え、本当だ、見てこれ、赤と白になってるよ。あと靴が可愛い、雪だるまになってんだ。はい、これコスチューム着用例ですね。これダッフィーね。シェリーメイ、シェリーメイも、あ、スカートリバーシブル。縫い場はこっちだよね。あ、なるほどね、ピンクになるんだ。本当だ、これが標準デフォルトだよね。靴が可愛い。はい、これも4900円です。はい、こちらジェラトーニも4900円で、ズボンがリバーシブルです。はい、これステラルーの衣装、スカートがリバーシブル、縫い場こっちだよね。うん、これが標準服なんだけど、リバーシブルになってんだって。めっちゃ可愛い。耳が可愛いよね、これ。ほら、これも4900円です。今回4人とも、ね、下半身スカートか、ズボンパンツどちらかが必ずリバーシブルになってるっていう設定ですね。はい、それぞれ4900円です。はい、こちらぬいぐるみストラップですね。ぬい場ではありませんのでご注意ください。今回ストラップはですね、このように、はい、雪だるまを抱っこしてるんですよね。かわいい。これは、ダッフィーですね。1800円です。はい、こちらぬいぐるみストラップ、これシェリーメイですね。抱っこしてる雪だるまもマフラーしてるの、めっちゃかわいい。やっぱお座りいいですよね。お尻がかわいい。はい、これも1800円ね。はい、こちらジェラトーニの、ストラップ、はい、雪だるまがマフラーしてます。これもお座りかわいいね。1800円ね。はい、そしてステラルーのストラップ、耳がピーンと立ってるか、ほんとかわいい。リボンもかわいいね。はい、こちらも1800円です。こっち何かと思ったら、これクッションなんですよね。このクッションね、何の形だと思ったら、ぬいぐるみのこの靴、ブーツのがね、あのさっき紹介したやつ、ぬいぐるみのね、ブーツがね、雪だるまの形になってるって紹介したんだけど、はい、そのブーツがそのままクッション化されてるんですよね。で、ブーツの足出るところに縫い場がそのままこれ縫い付けられてます。これお顔選びやばいね。全員可愛いの買わないとな。それでこれちょっとアイデア小物で、このクッション裏返すとですね、ここにこうやってポケットが付いてるんですよね。なんでかというと、ここにね、カイロなんかを入れられるので温まるんですよ。で、しかもこれそんなだけじゃなくて、左右にこう穴が開いてるの、わかる？なんでかというと、ね、こう手を突っ込むんですよ。ほら見て。なのでなんかさ、こたつとかさね、温まってても足は
あったかいけど手が冷たいってあるでしょ。だからね、見てこのクッション、このようにね手を温めることができるんですよね。なるほどね。はい、4500円です。はい、今回初登場のステンレスマグなんですけどね、飲み口がこのね蓋がちゃんとこうって開けれるんですよね。これあのさ、ケープコットのスーベニアンにもちょっと似てるよね、構造が。で 0.35リットル、 350cc なんですけど、あのケープコットのセットの方も確かステンレスのタンブラー出るんだよね。これだから規格が被ってるよね。これ2800円です。あっちのステンレスマグ見たいよね。だから比べたいね。かなりスーベニアっぽいグッズ今回これ。でもいいね、ステンレス保温保冷できてね。はい、2800円です。セーター絶対速攻完売かと思ったんだけど、めちゃめちゃ余ってますね。はい、SML3 サイズ全然買えます。はい、材質はねアクリル 100% でした。まっけべはないよな、アクリル 100% です。 S が155から165ですね、これね。 M が165から175、 L が175から185です。こちらお値段6200円です。はい、こちらキーチェーンですね。キーチェーン4つ。お、スノーボールなんだこれ。本当に動くの？あ、なんかすいません、なんか水じゃないね、なんか、はい、これ水かと思ったら違いました。なんかジンタンみたい、なんか普通になんかね、あの、わかる？ほらちょっと違った、なんかね、これ水入ってないんだね。ちょっとずこってきます。3200円、4つで3200円、ね、キーチェーンね。こちらね、パスケースかと思ったら財布なんだよね。財布は初めて見るな。意外とちっちゃいんだよね。これメインビジュアルね。で、裏見ると、おー、ここに小銭入れがあるんだよね。ボタン式でパッと開けると、ここに小銭が収納できます。なるほどね。で、ボタンさらにもう一個ってパカッと開けると、お、なんとお札が入るんだ。わかる？ほら、ここにね、お札が入るんだよ。え、開くとメインの絵柄がこうやって見えるんだ。なるほどね。で、一応カードとかは入れるのかな。頑張ればねカード入れると思うけど、ちょっと分厚くなっちゃうね。お札も5、6枚しか入んないと思うな。まあデザイン優先だよね。3000円です。こちらはトートバッグ、なんとリバーシブルなんだね。リバーシブルトートって書いてあるね。初めての試みだな。初めて見たリバーシブルトート。表はねスウェードっぽいね。はい、裏シンプルですね。で、これをガバッとひっくり返すとこうなるんだ。うーわー、ひっくり返すとこうね。裏見ようか。あ、裏無地だね。で、中見るとうわー、リバーシブル、なるほどね。じゃあこっちも中見るといい？うわー、リバーシブルだ。うーわー、すごい。でもいいねこれ、4300円か。中汚れたらもう俺が安心できないね。そりゃそうだよな。はい、リバーシブル等と4300円です。こちらはねギフトボックスっていうのかな、合ってるかな。なんかね、いろんなものの詰め合わせ、ポーチティッシュケースとリップクリームとハンドクリームのセットですね。クリスマスプレゼントにいいね。2900円だって。リップクリームはラズベリーの香りだって。ハンドクリームラズベリーね。メーカーピューロって書いてあるな。はい、こちら2900円です。こちら何かと思ったらね、ダッフィーのお顔のブランケットですね。あ、リュックのように背負えるんだ。こうやって背負えるんだね。ブランケットケースがダッフィーのお顔になってて、このマークって背負えるようになってます。こちらはブランケットのデザインで 100×76cm ポリエステルですね。こちらデザインです。こちらマフラーですね。めっちゃ柔らかい手触りが、で内側はなんかスウェードっぽくなってますね。なんかねレンズクリーナーみたいな布地ですね。これいいね、なんかレンズ拭けそう。で、でもねこれちょっと待って、生地がすごいな、面白い。2種類あるな。これなんか毛糸のようなセーターのような地になってるね。もこもこはね、先っちょの方だけですね。
首のところはね、こう生誕寺になってますね。それでここにね、ワッペンのようにね、なんか安全ピンでなんかアップリケっぽいのがついてるんだよね。3800円です。こちらミニタオルですね。ミニタオル 25×25 なので、あのパークのいつもの31センチのあのフェイスタオル、あのウォースタオルか、あれとはちょっと違うね。ちょっぴりちっちゃいですね。4つセットで、じゃあ3000円です。4つセットで3000円です。こちらポストカードのグリーティングカードと封筒のセットですね。580円です。これはなんか普通にプレゼントも使えるね。580円、薄っぺらいから持ちやすくていいですね。かわいい、このメインビジュアル今回もいいですね。はい、580円ね。こちらテセルボールペンフリクションの4本セット、インクは全部黒ですね。セットで1400円です。こちらキャンディーですね。キャンディー焼きりんご味、8個で600円。これ焼きりんご味じゃない、これなんだ。ケースかわいいね。8個600円です。これメーカー、あ、味覚糖だ、ちゃんとしてるね、味覚糖だよ。はい、キャンディー8個600円ね。焼きりんご味。はい、これココアですね。いつもこれお茶なんだけど、今回ココアなんだ。ココアって初めてかな、初めて見たかもしれない。1800円ですね。はい、ミニチュアフィギュア付きです。ココア何個入りだ。5袋ですね。5袋入ったココアパウダー書いてある5袋ね。1800円です。こちらアソーテッドチョコレートです。ケースかわいいね。メーカーはね、メリーチョコレートだ。あれだよね、あの女の子のシルエットのやつだ。サンプルありました。9個で900円。あー、中がいいね。何この色で味が分かれてる。え、これ内訳知りたいな。ちょっと待ってね。クリームブリュレ1個、キウイ、キウイトリュフ2個、ストロベリートリュフ2個、コーヒー2個、バニラ2個って。5種類の味なんか楽しめるんだ、これね。はい、こちら9個900円です。ケースかわいい。こちらソーテッドクッキーですね。カンカンに入ってます。カンカンエンボスかかって立体味があって、わかる、これ表面ちゃんとデコボコしてるよね。すごい立派ですね。はい、クッキー当然ユーハイムです。30個で1500円ですね。これおー、ちゃんと星ルーの星になってるよ。で、内訳見ようか。内訳はね、16個ですね。バタークッキー4個、クランベリークッキー、シェリーメイ4個。これ大変だ。はい、これで、すいません。これ読んでください。ごめんね。ちょっとはしょります。ごめんなさい。これね、はい、見えたかな？はい、30個1500円ね。こちら、チョコレートカバードマシュマロだって。1500円で8個入り。表面エンボスっぽく立体でゴツゴツしてます。ちょっと高級感あるね、かわいい。はい、商品サンプルありました。これがそうなんだ。へえ、なんかマシュマロでもちもちして柔らかそうだね。8個1500円ね。こちらチョコレートカバードラスクです。10枚1100円。本当だ、ラスクだ。これもカンカンかわいい、ちゃんと立体でデコボコして立派ですね。はい、笑ってます。カンカン立派です。カンカンいいね。これもユーハイムかな。あ、レーマンでした、失礼しました。10枚1100円ね。ホワイトチョコとね、通常チョコもあります。10枚1100円ね。はい、ウィンターホリデーグッズの紹介はあれで終了。こっからは同時発売のクリスマスグッズの紹介いきます。シリーズが別なんで、ちょっとここで一旦動画分かれてます。まずね、クリスマスツリーですね。このリーバーのお顔が入ってます。これ5000円かな。これ去年もなんかあったよね、この顔の首のやつ。ちょっとなんかジャングルクルーズの昔あのサムが売ってたあれに似てるよね。今お守り売ってますけどね、昔ジャングルクルーズのサムが売ってたあれにちょっと見えなくなりませんね。すいません、あのこれ以上は言いませんので、気になる方はちょっと検索してみてください。これもね、お顔問題があって、みんなお顔結構選んでるんだよね。でも可愛い。表はこういう風だよね。5000円です。こちら、シェリーメイのギフトボックスです。
こうプレゼント渡すときにね、この中入れといて、ぬいぐるみのこと、はいどうぞって言ってあげれるんだよね。去年はダッフィーだったんだけど、今年はシェリメイバージョンです。チェックがかわいい。こちら4900円です。かわいいね。がっつりとこれ食いついてるので、ここは取れませんね。はい、一体化してます。ご注意ください。4900円です。お顔がかわいい。これ出来がいいね。はい、こちらダッフィーとシェリーメイのクリスマスのぬいぐるみです。でかい、そして重たい。でかくて重い。かわいいけどね、耳の自立が素晴らしいね。すごいよね、強度があるよな。かわいい、とにかくかわいい。でみんなルー持ってました。はい、こちらダッフィーね。ダッフィーは定番なのかな。めっちゃ重たいんだよこれ。でもプレゼントにいいよね。それぞれ 13,500 円です。カラーオブクリスマスのヌイバ出てます。おなじみだよね。はい、ダッフィー1900円、シェリーメイ1900円で、紫。はい、ジェラトーニも青で1900円。はい、カラクリのヌイバルーだけは2000円で、100円高いんですよね。おお、確か去年もそうだった気がするな。はい、ご注意ください。でも可愛いね。